です。ちょっとマネージャーさんから返信が来ないんですよね。寝ちゃったのかな。そう、 TikTok にね、今研究生でそのシャーベットピンクのなんかリレーみたいなダンスリレーっていうのをしてるんですよ。そう、それでね踊ってるんですけれども、そう、ぜひいいねとコメントしていただければ嬉しいですそう、そこのね、そこのコメントでなんか痩せてるっていうコメントがあったの、めっちゃ嬉しくてめっちゃ嬉しくて、そんなことないんですよ、そんなことない、たまたまあの服との相性が良かっただけだとそんなに痩せてるわけじゃないですね。はい、はい、そうですね全然痩せてるわけではないです。本当にあの振り細かくて、一応ね今ね振り V の解説、振り V、 そう、振り V っていうかそのサビの解説動画を撮ったんですよ撮ったんですけど、ちょっともうちょっと経ったら載せようかなって思ってるので、そう、もうちょいなんかこだわって撮り直そうかなって思ってます。うん、そう、 TikTok 見てきました。嘘、嬉しい、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。最初のね N とかね、そういっぱいあるのこだわってるとこ、ちょっとここで今ちょっとやっちゃうんだけど、この最初 N 作る時、左手は小指で右手はピースから逆さにした感じで、これでね N になるの、1,2,3,4,5,6,7 でつけて N でしょ、で G 行った時にこの下にこの G 書くんだけど、 N のままN のまま G 書くんだけど、このね G のこのここの引いた時、下に行った時に膝を曲げるのよ、曲げて次 T をね作るんだけど、この T の時にこうなったりしてると T に見えないの、しっかりこうやってしっかり手首折って T にして、こうやってね腕をしっかり伸ばして、あれねつま先で立ってるの、そう NGET、 そうでサビに入る、こうやってはい、ちょっと待ってね、あ、ちょっとツイッターを、そうティーやろ、私は肩がバキってた、嘘マジ、そうで、この振りなんだけど右から乗ってるのね、そう、その時にねこの感じが可愛いらしい、そう、振り付けしてくださった先生がねおっしゃってたんですけど、この女の子のこの手首が可愛いからこうじゃなくてちょっとこうするんだって、でこの辺で回すの、この辺とかじゃなくてこの辺で回すらしい、そうで次にこう伸ばすんだけど、その時に右手は横じゃなくて後ろに伸ばすんだって、2,4,5,6,7,8 おじさんがやっても可愛いですか、可愛いと思いますよそう、これね可愛いんだよね、で2回目やった後しっかりここに戻す、もうめちゃ細かかったよ、フリーブ、フリー
なんか振り付け振り入れの時、うん、ここのところとかねすごかった。ここのねここの手の部分とかしっかりここ折ってください、ここをしっかり手伸ばしてください、ここにしっかり戻してくる、足上げてみたいな。で次のここはもうほっぺに指さしててる。この後のね顔のつけ方がねちょっと TikTok だし間違ってます。このここの部分あるじゃないですか、このところの顔私間違ってます似合ってるすか、あここまで持ってきてこう離すんだけど、足がさこういう感じで伸びてんだよねそう私間違ってるから、そこは、ま、私の真似しないでねそこは私の真似しないで、そう、まあ、そういうねこまこましたのがあるんですけれども、それは後日あげますので、はい。でですねって話一気に変わります。はい、話一気に変わりまして、ですね、なんだっけな全然真剣な話しないよ、全然。あれなんか全然しょうもない話なんですけどレールガンっていうアニメ知ってますレールガンっていうアニメ知ってますか、ご存知ですか私全然知らなくて、そうみんなの大好きな、みんなの大好きなって毎回言ってるけど、みんなの大好きな S マネージャーさんいるじゃないですかそう、そのマネージャーさんがそのなんだっけ、ミサカ、ミカサ、マコト、ミコトのコスプレをが見たいと言ってて、そう、私のキャラに合ってる、私のキャラっていうか私っぽいんですって。そう、あ、前に言ったってマネージャーさんそう、どう思うどう思う、私知らないんだけど、この自分で知らって言ったら、私知らないんですよそのアニメ、もう元が、もうそう、私も元も知りませんうん、知らないの、なんか知ってる人に聞く、私ですか私ですかって聞くとあれなんですけど、うんねえ、私もアニメ自体知らない。あとコードギアスのなんちゃらっていう人をやってほしいですな、なんだっけ、めっちゃ好きなんですよ、なんかその S マネージャーさんアニメ好きで、そうコードギアスがめちゃめちゃ好きなんですけど、コードギアスのなんちゃらっていうのなんじゃらっていう、なんか髪の毛がこんなになってる人こんなになってる人らしい全然する気ないんですけど、そのコスプレ全然する気ないんですよね。私やりたいのは、私最近ね、あの春一のコスプレしたくて、あ、そう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 、なんだっけ、
光月カレンでしたっけ。そう、私ハレイチのコスプレしたいんですよ。でね、ユニフォームを見てみたの、バカ高くて、嘘でしょって思ったぐらい高くて、そう、えって思ったの、びっくりした、びっくりするぐらいえってなったえそんえみたいな。なんか普通のコスプレってさ3000とかさ4000とかで買えるのに1万とかしたんですよ、えって感じでした。うん、びっくりした、いや、えコスプレなのに本当にびっくりしちゃった。ちょっとやるかためらったよね。うん、うん、ねえ、作るか、作れそうだよね、作れそう。作るか作るか、作れそうだよね。うん、そうだよね、野球のユニフォームが高いんだよね。まず作るかやるか分かんないんですけど、はい、ね、春、あー早くやってくんないかなアニメ、ね、早くやってくんないかな。早くやってくれないかなって思うんですけど、皆さんツイッター見ました、私が配信中に投稿したやつ見ました。見ましたか、私の私が配信中に投稿した、投稿てかリプしたやつそう、あの日向さんが立ち寝してる姿をツイッターに投稿しましたそう、これ確かストーリーで前投稿したことがあったのかな、確か。そう、立ち寝してるんです。ぜひ日向さんのファンの方は保存しちゃってくださいそう、すごいね。確かこの時そのラジオ終わりの握手会だったんですね、確か日向さんが。そうだから寝てないのかな、そうほぼ寝てなくて、でこうちょっとの休憩で壁で寝てるっていう、そう発見しちゃって可愛いって思って盗撮しちゃったんです撮ってそれで日向さんに送って、確か送った、そう送ったか見せたかのどっちかで、インスタのストーリー投稿するときにこれいいですかって聞いたらいいよって言われたから、ツイッターにもはい、私の寝顔なかなかないですね。私の寝顔ないと思うよ。うん、私の寝顔ないですね。
なんかこういう感じで寝てるやつを撮られたことあると思う、確か。あの新幹線の移動で。でもね、なんかそう、私じゃないのをこうなんかハッシュタグ&オチかなみたいな感じで投稿しちゃってる方もいらっしゃるんですよね。そう、それは私じゃないです。そう、なんかさ、新幹線ってさ、こう座って寝るじゃない。座ってさ座ってさ寝るとさ、こうどうしても顔上に行くじゃん。口開かない口開かない。私すっごい口開くんですけど、口開きませんか車とかでもそうだけどさ、うん。あと寝てるやつ撮られた時ある。あれだ、富山行った時の移動の時に撮られた、確か。マネージャーさんに、ね、口開くよね口ポカーンって開くよねそう、私寝る、ね、寝た、そのこうやって寝た時は口開くんです、うん、口開けてて、開けて寝てよだれ仕掛けてる気。あー、わかる、ごめん、分かっちゃったあー、それはちょっと共感で共感ですね、私と。うんうん、共感だわ、ごめん。アイドルがよだれ垂らしたりとか本当にごめんだわごめん、本当にそれはごめんほんとやだねやだね、ほんとに。よだれみたいってなんか、それはちょっと気持ち悪いよそれはちょっと気持ち悪いぞ、なんかなんかそれはちょっと気持ち悪いぞネガのせていいか聞かれたら断らないでください。断るよ、超ブスだもん超ブスだもん、嫌だよ嫌だわうんなんかさ、すごい本当に思うんですけど、私のファンの方ってこういうなんかフレンドリーな方が多いですよね。わかる？なんかさ、なんかよくマネージャーさんと話すんですけど、こういう よくっていうか昨日話したんですけど、そう、なんかそう、帰りって、そう、なんかね、帰りってガチ恋が多いらしい帰りガチ恋が多くて、そう、それで私のファンの方、私のファンの中にいないような方がいらっしゃるわけじゃないですかそう、本当になんかね、すごいの、すごい、なんかねうん、やっぱ人それぞれなんだみたいな感じはありましたね。けど言えるのは、その人それぞれです、愛し方は人それぞれですけど、
困らせちゃいけないとは思う。うん、そうかな。ガチ恋が欲しいの。いろんなファンの方がいた方が面白いとは思いますけどね。いろんなファンの方がいらっしゃった方が面白いとは思うんですけど、なんだろう、私の理想はね、私の理想はアイドルとファンが一緒にこう同じラインで頑張るっていう感じなの。私の理想はね、こうでもないしこうでもないの、私の理想は。そうだから、なんかそう、うん、私の理想はこうかな。同じラインがいい。うん。困らせて、全然困ってないよ。あ、私全然困ってない。全然困ってないです。あの、困ってたらここで言ってると思うよ。私は言ってます。はい。ガチ恋の定義がよくわかんない。ガチ恋って何ですか。ガチ恋って何でしょうか。なんか、これさ、コメント遅れてんのかな。コメント遅れてるのかもしれない、これ。これワンチャンコメント遅れてるよね、これね。遅れてるかもしれない。どうなんだろう。遅れてるよね、これね。ファンにとってのアイドルとアイドルにとってのファンって実は同じなのかなと思うことがある。うーん。俺ガチ恋やで、軽い。え、ガチ恋だよって書いてちゃいます。ここに私のガチ恋ですって言う方。やっちゃいます。ちょっと聞いてみたい。どうですか。これででもさ、いなかったら悲しいよね。あ、今日電波悪いのかも。あ、なるほどね。カクカクしてる。うっそ、なんで。1分から2分、マジ悲しい。止まること多かった、マジで。
このコメント見えてる、今見えた。うっそ、カクカクしてんの。この速さならバレない。どういうこと？どういうことですか？どういうことですか？結構なラグ。マジ？これさ、あ、すげえ下にあるコメント読んでる。マジで？これさ、一回切ってさ、すぐペッてやるのはあり？あ、すごい、今来た、ガチ恋だよって今来た。今来たぞ。めっちゃラグあんねん。もっと若け。おかえり、ただいま。どうどうどう。今書いた。あ、全然見えます。おかえり、戻った。おかえり、治った気がする。本当本当、治った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 治りました。じゃあ投票しよう。投票にしよう。僕はガチ恋だよって方は1ね、ガチ恋じゃないよって方2ね。見ないから10秒後に投票を閉めるね。はい、いくよ。1がガチ恋ね、2が違いますって方ね。いきます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 ちょっとこれ多分タイムラグがあるから、ちょっと終わりにするね。はい、終わりにしまーす。2が多い。2が 62.8%。 やば。おい、ガチ恋どこ行った。少な、 37.2%。 少な。なんだこの複雑な気持ちは。なんだこのなんだこのねえ。じゃあ、分かった。じゃあ、年、自分の年、私ね、自分のファンの年を知りたいの。なんかちょっとやろう。ちょっとやろう。じゃあ1は10代ね、2は20代、3は30代、4は40代、5は50代で、6は60代以上にしましょう。いきますよ。1が10代、2が20代、3が30代、4は40代、5は50代、6は60代以上です。ちょっといくよ、いくよ。わかった、やるよ。よーい、スタート。夢が怖い。どういうこと？でも私の予想はね、40代ぐらいが多いんじゃないかって思う。私の予想は。私の予想は40代が多いと思う。そんな気するの。ちかなちゃん勇気あるの。そう、全然ですよ。じゃあもう終わりにしますね。いくよ、終わりまーす。あ、
当たってる。ほらやっぱそうなんだよ。あ、1少な。10代あ、私そう、お父さん世代から人気があるんですね。なるほどなるほどなるほどほらそうだよね、私そう思ってたもん。40代が多いんじゃないかなって思ったんですけど、前にやった時も40代。マジマジですか。なるほど、へえ、面白いね。この面白い、ちょっとこれ面白いね面白いって。10代は寝てる、そうだね、10代は寝てるってことにしとこう。10代は寝ちゃってて投票してないってことにしとこう。うん、そうするじゃあ40代とかね、ちょっと働いてる方が多いと思うので、ちょっと宣伝しますね。あのですね、生写真が販売されまして、 AKB48 グループショップではい、ちょっとね、予約販売なってるんですよ。7月25日土曜日10時から7月31日金曜日12時59分までなんですね。この生写真は研究生と1期生でこう分かれてるんですよ。はい。この5枚目シングルのデート服あるじゃないですか。MV のデート服の生写真なんですよ。あららあらら、これはゲットするべきなんじゃないですかゲットしなきゃね5枚セットで1100円です5枚セットで1100円になります。はい、ランダムなんですよ、しかも。なのでね、ちょっと今の時期直接こうね、撮れとかねするのは難しいかもしれないんですけど、ぜひゲットしてね、私の生写真をゲットしたり、トレしてね、お互いウィンウィンな関係になったりはい、そしてなんか個別生写真、生写真っていうのもなんか夏服のやつであった気がする。なんかあるんですよね、確か。あるよね、確か。なんか私が帽子かぶってるやつ、なんか私これもあるやん待って、なんかいろいろあるよ、いろいろあるよ。2020年7月度ネットショップ限定個別生写真5枚セットのやつある。私これはランダムじゃなくて私だけのやつなんですよ。これこれは5枚セットで私だけの生写真が入ってるので、そちらもぜひ。そしてその上にある、これ初めて見た、このメンバープロデュース生写真っていうの、これ明日からですね、
はい、明日から、うわー、私頑張ってる私頑張ってる、このね、生写真もあるので、これですね、これちょっと遠目で、はい、こちらね、こちらもゲットしてほしいな、うん、これもゲットしてほしいな、これも私しか入ってないやつだよ私しか入ってないやつですそう、頑張ってる名前だしはい、忘れないでこれ、忘れないでください。明日の10時から7月31日12時59分までですので、はい、ぜひそちらもね、こうってやって、えいえいってやっちゃってくださいそう、ランダムじゃないから本当に推しメンのだけを変えるんですよね。これはいいよね、こういうのって。でもこうランダム生写真って誰が出るんだろうっていうワクワク感もあるよね。うん、ツイートしてその時間付近でリツイートしてください。ね、その時間の付近寝てるかもしれないですよ私。ちくなちゃんだけなら考えます。あらあら、優しい、あら優しい寝てるんかい。そう、寝てるかもしれないそう、なんか昨日私多分寝たの4時半とかなんですね。その理由を言わせて、その TikTok のこの動画を上げるってなった時に、ここはこういうふり、ここはこうなの、ここはこうなのっていう動画を作ってたの。そう、ここはこうで、ここは伸ばして、ここはしっかり手首折ってみたいな動画をね作ってたのよ。そうそう、そしたらもうね、なんかね、そんな時間になっちゃって、めっちゃなんか LINE になんか送信取り消ししては送ってみたいなのを繰り返してて、そうそう、もうね、うん、すごかったうん、あ、ほんと日向さんがツイッターで反応してる、ほんと、ちょっと見よう、なんて反応してるんだろう。おっと、力だって、やったーイエーイ、いいのしとこそう、村長また怒られたらしい。どういうこと、村長怒られたって、何、村長怒られたの？村長が何 TikTok NG 絶対話、 TikTok NG、 どういうことですか、動画が必要くなかったけん、ちょっとよくわかんないちょっとよくわかんなかった、ごめん顔がアップすぎて怒られてた。あ、そうなのえ、そうなの、そうなんだ。私がね、一生懸命ね、メンバーに送った
やつがあるんですよ。こういう動画あるんですよ。何言ってるか分かんないでしょ。こういうね、もうなんかピョコ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 出てるでしょ。そう、こういうのあるんですっていう。村長がもう2回も撮り直した。私結構撮り直したよ。あれ10回ぐらい撮ったかな。そう、そう、めっちゃね。でもこれなんかさ、解説動画ってさ、こういう感じでいいの？こういうさ感じでいいならさ、こういうのにしちゃうけどさ、こうなんかピョコ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 なんかさ、めっちゃ速くなってるやつ、待って、まだこのテロップしたわ。どうなんですかね。こういう、あ、15分経過しましたって。よかったよかった。スローにはしないかな。全身映ってる方がありがたい。全身映るのって、映すのって難しいのよ。そう、でもめっちゃね、自分の声で言ったバージョンもあるんですよ。その動画はね、123456本ある。その動画が6本あるんですよ。やばくない？もう頑張ったの今日。でもなんかね、ちょっとね、言葉に詰まっちゃったりしてたから、そう、もうちょっと頑張って撮り直そうかなって思ってる。でもさ、ツイッターってさ、こう2分20秒ぐらいじゃないですか、載せれるのが。今日なんか聞いたの、リプを見てさ、140秒とかさ、2分ぐらいみたいなあって、そうね、それでさ全部まとまらないのよ。それそうね、ツイッター画質落ちました。あ、そうなの？画質落ちちゃうの？いい情報ありがとう。755 1分なんです。755 1分しか投稿できないんですよ。そう、分割できる。 TikTok の画質で載せてほしい。 TikTok の画質か、 TikTok で普通にピッてやって撮ればいいのかな。 TikTok ってさ、音源とか使わなければ何分撮れるんだろう。インスタの IGTV って何？そう、なんかさ、そう、なんか IGTV みたいな、なんかその投稿の仕方とかもさ見たけど、よくわかんなくてさ、ちょっと脳乾いた。難しくて頭ばっか、それな。NGT48 の新曲発売おめでとう。ありがとうございます。ありがとう。公式 YouTube、 あー、怖い。それはちょっと恐れ多いよね。だってさ、
ねえ、一個人のさ、私の解説じゃないですかね、私の解説じゃないですか。ちょっと人でさ、ちょっとさね、違ったりするかもしれないし、私自身間違ってるかもしれないじゃないですかね。ちょっとそれはちょっと恐れ多い。あ、違う。ねえ。中の人も痴漢して、それは多分ね、ショールームのことじゃないですか。ショールームってことだと思うんですけど。ね。初見です。ありがとうございます。来てくださって。夜は遅いのに。ありがとうと、あと10分ぐらいだね。ツイッターは画質落ちるのがだいぶなって、あ、そうなんだ、落ちるんだ画質。うん、どうするかね、どうしようか。話で当たってるの新鮮だった。なんか靴下履こうかなって思ったんですけど、なんか靴下だと滑るんですよ、あの踊り。靴じゃないとね、踊れにくくて、うん、なんかそうそうなの。そうね、とりあえず撮ってみるね、とりあえず撮ってみる。めっちゃ細かいんだ。そう、なんかさ、この冬の時がさ、若干ね前傾姿勢なの、こう前かがみみたいな、なんか前傾姿勢で踊るんだけどね、あれ。そう、絶対滑る。滑る、うん、から裸足でやった。ね、え、これさ、ファンの方も踊ってくれない？私が乗せたら踊ってみた、乗せて。乗せてほしい。私解説出すから。広めよう、広めよう、シャーベットピンク、ハッシュタグシャーベットピンクで広めない？一緒に。40代多いのに、そう、40代多いのに、いいじゃん。シートリファイルとかやらないで。なんで？いいじゃん、やろうよ、私が指導するよ。これをタクが踊って見たい、見たい。見たいです、見たい、見たい、一緒にやろうよ。私がさ、ツイッターかどっかにさ解説動画出すからさ。ね、やりません？ TikTok へさ投稿しよう。TikTok で、遅く流すこともできるの、撮るときは。だから
そういうのもできるから、めっちゃ遅く流してやったりさすればさ、できるかもよ。ね、いいじゃん、あの海岸、あそこのさところでさ、みんな今聖地巡礼してるでしょきっと。何、あそこのこうなってるところ。そこでさみんな踊ろうよ。どう？いいじゃん、推しメンの立ち位置でさちょっとさ踊ってみません？変な意味でバズるとかおもろ。いいじゃん、マスクしたりさしてさね、どうやろうよ。やろうよ。そうそう、第二なんていうの、これとって。そうそう、ピンクのワンピース、本当ピンクのワンピース探してきて。ちょっとね、ちょっと話題になるよきっと。ちょっと私変なことしか考えてないじゃん。誰とく、私とく。うん、取ってだってる。救急車騒ぎはちょっとおもろいな。え、ちょっとやろうよ、やろうよ。ちょっと、あ、え、いいじゃん、あのさあのサントピアワールドさんのイベントあるじゃないですか、あの時にさ私が見るよ。だからみんな当ててね。みんな当ててね、その時にちょっとみんな踊ってよ。え、いいじゃん、え、ちょっとすごい企画できちゃったよ。ちょっとやろう、ね、やろうよ、どう？え、やろうよ、絶対面白いってね、どうですか？私すごいテンション上がってるんですけど、ちょっとやろう、ね、やろうよ、みんなスニーカーで。ちょっとね、やろうやろう。え、いつ実行する？え、実行日はそのサントピアワールドさんでのやつ。サントピアワールドさんのそのイベントの時にやろう。え、いいじゃん、ちょっとやろう。え、じゃあいいよ、マックス時でもいいよ、みんなマックス時なら踊れるよ。しゃべとんじさん。え、面白いそのハッシュタグ。え、それでやろう。それでやろう。ねえ、やろうよ。ねえ、なんでそんなにみんなさそんななんか乗り気じゃないの。やろうよ、ちょっとやりません、覚えてきてね。覚えてきてね、ちょっと。あ、またうんと、なんでまたラグがあるの。頑張ったらご褒美ありますか。あるかもしんないよ。大きいし話し方だし。面白い。あ、スカートじゃなくてもいい、あのスカートじゃなくてもいいからね、どう。え、ねえ、やろうよ、なんでやろう。なんでやろうよ、やろうよ。あのズボンでいいよ、ズボン履いてさ、あのパーカーとかを腰に巻けばさスカートっぽくなるじゃん、どう。ねえ、やろうよ。なんで、やろうよ。シャーベットお兄さんですよ、シャーベットおじさん。ねえ、いいじゃん、やろうよ。ねえ、やろうよ。やろうよ。なんでやろうよ、いいじゃん、かわいいよ、こうやってみんなして踊ったらかわいいよ。やろうよ、安藤のファンすげえってなるかもよ。
ちょっとやろう絶対絶対面白いって。私の中のめっちゃ超機嫌をもう機嫌でご違うな、思い出になるよ、やろうよちょっと今58分だよ、ちょっとやろうよ。なんでジャージでいいよ、ジャージでいい、全然ジャージでいい、うん、そうだよ、みなちゃんスカートでやってないからさ、いいじゃん、いや普通のデニムのズボンでいいよ、やろうよやろうよやろうやろやろ、ちょっと私見たいなんでそんなにみんなさもうええー、みたいな、なんでいいじゃん、やろうよやろうよ、もうショールーム終わっちゃうじゃないかああ逃げた、ああ逃げた、ああ逃げた、明日覚えとけよ明日覚えといてねはい、ということでじゃあ終わりにしますありがとうございましたまた会いましょう、ルーム楽しかった、バイバイありがとうございましたバイバイ、おやすみこれは自然切れるよね。